はい、今回は名人戦リーグの1局から六浦雄太七段対鈴木伸二七段の1局を、紹介したいと思います。はい、どちらも、脱落に、黄色信号がかかっていまして、勝ち星が欲しい、1局ですね。はい、黒番が六浦七段ですね。はい、はい、まあゆっくりした、はい、進行ですね。はい、まあ、この手が結構珍しいかもしれませんね。まあこうやると最近ではこういう手とかも打たれまして、はい、この主張がどうなんでしょうかね。 この主張が黒悪いね、悪そうですね。なので3とつけられない4が待ってますんでね。はい、それをちょっと警戒したかもしれませんね。はい、まあ3-3まあこうやればまあ先手を取ってどっか打つこともできるんですけど、まあここがねまだ手残りということなんで、まあこうやって同じ一手かけるんでしたら、これだとまだねこういう手が効いてきますから、こうやるんでしたらこのように一手かけた方が手厚いという打ち方で、こうされましたね。はい、また3-3ですね。まあ3-3、そうですね、まあ難しい変化にならなければ一番辛いんですよね。かかったりすると G 取られてしまいますんでね。例えばこうとか打たれると、はい、確実に G が取れるということで、あ、まあこうやれば、黒地になりますけど、まあ、これでしたらね、白はこうかかってこう挟むっていうよりはもうポン抜いてますんでね。厚いんですね、白はね。普通にかかりよりはいいという判断です。はい、これまだこういうとこが効いてきますしね。はい、まあ詰めも考えられるのかなと思います。こう打たせてからこう打つ。はい、そういうのもありますね。まあ実戦は穏やかにこう桂馬してから帽子で打たれたんですね。うん、思い切った作戦ですかね、どちらかというと。まあここを厚く打ってもここはまだどの程度になるか難しいのでね。まあ詰めて、追い出して打つ方が普通なのかなとは思いますが。まあこの手は、まあこの手を誘って一緒になってこう出ていこうという手です。勢いこういう分かれになりましたね。まあここに一手入れてくれれば、この肩ついた顔も立ってます。なんか大きく打つような手もあったでしょうかね。まあ、難しいところですけど、そうですね、灰で打たれるんですね。まあ、こういうとこつけて打つこともできるんですけど、まあこう下がる形になるのでちょっと辛いんでしょうかね。
こに打たないとちょっと危ない、はい、という判断ですね。まあ、でも白地がやっぱり多い感じがありまして、はい、白がね好調のような感じがします。真ん中は囲うと白地も増えたりするので、うん、こうなってみるとね黒地が増えるところがもうあんまりないんですよね、うん。まあ、いかに寄りつくことができるか、こういうこうやってね地を小さくして、はい、これで間に合うかっていうところなんですけど、そうですね、どうもこの一手がねとても硬すぎたみたいでしたね。うん、まあこういう手でもいいと思いますし、まあこういうとこが気になったんでしょうけどね。うん、まあでも、まあ、やってきたらやってきたってっていうか、はい、まあ死ぬ感じはとてもしないですね。うん、ここをこう無理やりこじ開けていくのは、非常に骨が折れます。はい、まあこんな感じでもこれダメ切りですからね。うん、まあそうですね、これ黒負け取れないともう即負けになるような手ですから、はい、ちょっと打ちにくい感じがあったと思いますね。うん、この一手からちょっと流れが、うん、恐ろしいですね。この一手だけでもう急に黒が、勝負圏内にね持ち込めたんですね。結構ねここにねそれなりの字がついてきましたね。うん、はい、これは味がいい抑えですね。はい、そうですね、まあこんな感じでここに1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,10、まあ、20目ぐらいついては、急に黒が良くなったっていう感じの、はい、一局でしたね。はい、この手がね どうも敗着だったですかね。うん、中央に行って入れればどこでもいいのでね、中央なんか打ってればこんな字にならなかったですから、はい、白がね優勢な碁だったと思います。まあ、最終的には黒が4目半勝ちということで、はい、決着しましたと。はい、まあそんなところですね、この碁は。はい、まあまだまだね、確かまだ鈴木さんは井山さんにね勝った、一局が印象的でね、はい、はい、まあこれで残留になるか、まあね瀬戸際だと思います。はい、じゃあこの後はこれで終わりにしたいと思います。はい、失礼します。